サービスは知り込み。田中さん、行った場所の記録。今日は説明会です。東京タワー。友達。隣の声が拾っちゃいました。誰向けに。広くスマートフォンを使いたいという方の方も、やっぱりスマートフォンで、例えばこのメール作成でも画面を見ながらじゃないと操作ができないので、歩きながら見せないと今日行った場所を教えて、何かをしながら携帯を使うここにしてます。もちろん長いメッセージを作れるので、今日行った場所を教えて、ちょっと句読点が足りないなという人は、ここは手入力で操作できる。細かい修正だけしていただいて。